りょう田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラマやってます、田中亮です。本日はですね、昨日に引き続き Vlog 的なものをやってみようかなと思うんですが、本日ちょうど演奏する機会があったので、その現場を見ていただけたら面白いかなと思って撮ってます。というわけで、今ここですね、セカンドアベニュー駅に来ました。セカンドアベニュー駅というとですね、昔、ニアベっていうニューヨークを舞台にした日本人ドラマみたいなのがあって、ニューヨーク在住日本人の間でちょっと流行ったんですけど、ニアベってドラマの中ではね、そのニアベ駅っていうのは一応ブルックリンの中にあるっていう設定だったんですけど、実際にはブルックリンにはニアベセカンドアベニューって駅がなくって、今ここマンハッタンの14ストリートで14ストリートのところの駅ですね。ここからちょっと歩いてライブハウスまで行ってみたいと思います。はい、というわけでね、外に出てきました。このままライブハウスまで歩いてってみようと思います。まあ、アメリカ大抵の都市はですね、ライブやるってやると、まあ、ドラムセットだけじゃなくて、場合によっては PA セットとか照明とかまで全持ち込みなことが多いんですけど、ニューヨークはね、そういった意味ではアメリカの中では若干特殊な感じで、日本と同じくライブハウスに、ね、ドラムセットが置いてあることが多いんです。ただまあ、何が置いてあるか、どこまで置いてあるのかっていうのがまちまちで、今日の場合はシンバルとスネアとペダルは持ってこいっていう話なんですけど、そういう話もね、結構ね、鵜呑みにできないというか、シンバルとスネアとスタンドだけだったら、あ、スタンドじゃねえや、ペダルだけだったら、シンバルスタンドはじゃあ置いてあるのかって思って、行ってみたら、シンバルスタンドが、もうボロッボロの高さ調節も何もできないやつしかないとか、そういうことはまあよくある話なんで、事前の確認が結構大切です。って言ってもそのライブハウス、ライブ会場の音響担当者がなかなか連絡がつかないとかいうこともよくあるんで、とりあえずまあその辺の事務作業はめちゃくちゃめんどくさいです。カメラを入れ替えてみました。このね、今思いっきり信号赤だったんですけど、ニューヨークの人は基本的に警官ですら横断歩道の信号は守らないっていう空いてればすぐは、あ、着いた、ここだ、ここです、ボエリーエレクトリック。超久しぶりに来ました。では入ってみたいと思います。ちっちゃいステージなんですけど、地下はもっといかにもライブハウスっぽい感じなんで、ドリンクチケットもらいました。これからね、一応ラインチェックというかサウンドチェック的な、ヘッドボロボロですまあ日本も似てるのも、カンニングペーパー用意してやります。はい、というわけでライブ終わって駅に戻ってきました。これからお家に帰りたいと思います。日曜の夜なんで人はだいぶ少ない感じです。また深夜ってわけじゃないけど、日曜は人が少ない、そんな感じで帰りたいと思います。それではまた。